起立した野獣へのモニュメント起立した野獣へのモニュメントはアメリカ合衆国入りの一周シカゴにあるジャンデュビューフ制フ作の彫像。シカゴダウンタウンのループ地域にあるジェームズ・アール・トンプソンセンター正面に所在。高さ8.8メートル、重量約9トンの白いグラスファイバー製の作品。1984年11月28日公開。 デュビュッフへの米国にある三つの巨大彫像のうちの一つ。グラフィティ、カリカチは、ストリートランゲージを交えた、アーバンスタイルを使って、四つの要素、すなわち、立ち上がった動物、木、玄関、建築物を併置している。この彫像は、デュビュッフ自身が、ウルループと呼ぶ1960年代の絵画群をベースにしている。また、この彫像を含む一連の作品群は、 デュビューフの米国最初の作品であるニューヨークのワンチェイスマンハッタンプラザの巨大彫像における着想を反映している。ジェームズ・アール・トンプソンセンターに置かれたイリノイ州建築芸術プログラム19作品の一つ。同プログラムはイリノイ州資本開発委員会の委託事業である。ありがとうございます。